キチャンネル。ちょっ、こんにちは。サバイバルバトル結果発表。待ってました。あね、うん、まあこれはですね、はい、シーズン開幕前にね、うん、今日は野手編ですけども、うん、打率、打点、ホームランっていうところでね、うん、3人が12球団1人ずつ誰が活躍するのかを選んで、それを数字として誰が一番見る目があるのかっていうところをね、競い合ってやった企画ですけども、見てない方ぜひね、まずこっから見てきてくれ。これこっからこれ見てきて、こっち見る方が絶対面白いから。これ初めて見ました、あ、そんな企画やってたんだっていう方は、このね、YouTube の一番いいところはもう一回見に行ってから来れるんで、うん、まずそれで見てきてください、うん、どういうストーリーを経てここまで来るのか、ね、ドラフトというか順番にこう、ね、はい、選んでったんですけど、そう選べない選手とかもいたわけですよ。そうだから、どういう経緯があってこの人たちを私たちが選んだのかっていうのを、ね、見てほしい、見てほしいね、うん、じゃあまずは、はい、ね、じゃあ分かりやすくホームランからいこうか、はい、ホームランはただ数字を足すだけ、うん、だから打率、ホームラン、打点で、うん、ね、この3つの部門で、だから取ったら1勝です、はい、だから全員でね、だから3勝したらもうフルカバーだ ね、 そうですね、2勝したら勝ちだね、はい、1勝で選んだら同点っていう、ね、3部門、うん、3部門で勝負で、ね、はい、まずホームランから、はい、ね、ドラフト1位は佐々木、柳田、袴田さん、浅村、うん、先生が山川っていうところで、袴田さんなんとホームラン王、ドラフト1位でやっぱホームラン王を選んでるのはすごいよね。そうですね、うん、で俺も柳田だから4位だからね、今3位が1位だったからね、うん、だからそこの面では、はい、4位、5位か、うん、ね、だからそういうのもまあまあいいよね。まあそうですね、20本以上出るからね、うん、山川ゼロです。ちょっとちゃうところでホームランを使ったんだな。痛いよな、ドライチがゼロですから。ドライチゼロだって、もう最低でも30本ぐらいを見越してた中で、うん、はい、ゼロは見る目ないよな、うん、やっぱりそこまでは見れんからね。見る目ないわ。見る目ないね、はい、これ。これ1球団1人ずつ選ばないといけないっていうのは、うん、そうなんですよ。どこから行くかで被らないようにするっていう。うん、で2位がね、はい、佐々木佐野。だから、まあ、佐々木で言うと、柳田1位、佐野、大山、秋井、森、万波、外崎、ギッテンス、丸山、西川、中村、ブリンソン選んで、はい、中村さんは浅村、山田、テスト、で山口、幸喜、杉本、マクブルーム、中田翔、ペイトン、宮崎、アルカンタラ、中野、近藤、木下、はい、で先生が山川丸、ビシエド、清宮、栗原、坂倉、ポランコ、近本、内山、外、島内、中川っていうね、はい、っていうね、順番で、うん、ね、各球団全員1人ずつ選ばなきゃいけないっていうところをね、はい、ドラフトこの順位でね、うん、やった中で、うん、ね、じゃあ、合計ね、はい、じゃあ里崎から発表します、はい、1位柳田が22本、うん、2位佐野13本、はい、3位大山19本、うん、4位アキーノ1本。あー、ここ痛いな。アキーノどサムライジャパンのホームランどこ行った。2軍でも1割だ。アキーノ1本。嘘やろ、全員信じたぞ。アキーノの活躍は、はい、これは中日に、うん、20、30本打つんちゃうかと、はい、あのサムライジャパンのホームランで確信したよ、うん、俺は中日はアキーノやと、はい、まさかの1本、アキーノ。で次森、はい、18本多いですね。で万波25本。いや、ホームラン惜しかったですね。万波ね、選んだのいいでしょ、うん、で次殿崎12本、はい、復活をね、だけどね。で次ギッテンス0。ギッテンス、ギッテンス、俺のギッテンス試合にも出てない。ギッテンス未出場なんである。オープン戦4月、オープン戦絶好調だったね。めっちゃ良かった、うん、これは、はい、今年こそ、うん、ギッテンスは裏切らへんと言ったら、はい、まさかの一軍未出場、ギッテンス、アキーノ。去年はね、1打席目かね、1試合目で怪我しましたけど、今年は直前に怪我しちゃったんで。あるそんなこと。 ね、続いて、はい、ヤクルト、マルちゃん、うん、マルちゃん、まあ、ここあのヤクルトはちょっとかぶっちゃってね、かぶったら取れないっていうね、はい、こうルールだったから、かぶっちゃってね、はい、マルちゃんになっちゃって、うん、マルちゃん、ね、ちょっとね、続いて、広島、西川9本、ちょっと怪我でね、うんうん、いない時ありましたかね。で中村翔吾11本、うん、ブリンソン11本、お、で
でも佐藤さん0と1あるんですけど、そうほぼ10本以上だからね、うん、2時間の基本はあるけども、はい、ほぼ結構高打率を収めてるんだよ、うん、だからね、はい、上と下が激しいのよ、うん、あっけーとって言ってすいやもう想定外やろ、はい、そう2人で1本で、まあ、まるちゃんの0はまあまあ打っても 2,3 本かなっていうね、うんはい、ところだったんでまあそれは仕方ないけども、はい、アキーノとギッティンズ2人で1本って思わんやん。そうですね、うん、しかもヤクルトもかぶったら取れないっていうルールを作ったじゃないですか、うんうん、だから全員サンタナとかオスナとか全員いなくなったから、ね、取れなかったんですよね、うんうん、そう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 、はい、で村上とかもね取ってない誰も選んでないので、うんうんうん、村上とかもかぶったんだよね。かぶりました、うん、1巡目かなんかでね、うんはい、みんなかぶった、うんでだから141点です、はい、佐藤崎は、うん、141本ホームラン、はい、続いて先生先生いきますか、ねうんはい、山川礼本これ痛い、うん、で、はい、丸が18本おでビシエド6本、うん、で清宮10本、うん、で栗原13本、はい、栗原気が痛かったね、うん、坂倉12本、はい、でポランコホームラン王の26ねこれホームラン王選んでる、ね、おでかいよね、うんうん、で近本8本、はいでヤクルトから内山6本、うん、これは大きいよね、ね内山ね、俺、0本だからね、で外14本、うん、島内7本、島内の7本もちょっと想定外やな、やシーズン半分いなかったですから、うん、15本ぐらいね、うん、打ってくれそうだったけどね、はい、で中川圭太12本、うんで、トータルね、132本で、現状今2位です、佐々木1位だから、あうん、いや山川0だから、それ大きいですね、山川30本あったら162点だったもんね。はいで続いて袴田さん、はい、1位ね浅村のホームランをそう期待できるよ、うん、26本、はい、2位山田哲人14本この2位山田哲人も結構大きいね、うんうん、で3位山口、はい、14本、うん、で4位杉本16本、はい、5位マクブルーム6本、うん、6位中田翔15本、はい、7位ペイトン5本で8位宮崎20本これ宮崎20本大きかったねこれ大きかった想定より全然、うん、で、9位アルカンタラ4本、うん、10位中野2本11位近藤26本このです回で、うん、柳田と栗原行ってたからねそう2人が先取ってたんで、うん、後からゆっくり選んだんですよ、うん、で12位木下5本、うん、ホームランを2本2人入ってるから、ねはい、でしかも唯一のゼロがいないんだよ、うん、で合計なんと153本で1位イエーイいやこれは範囲言っていい、はい、もう完全に言いたいよな言いたい俺らのせいちゃうやろ違うこれもう先生は普通に山川が試合出たら、はい、まあ30は打ってると思うね、うん、少なくても、はい、そしたら162本で袴田さんに 10本つけて1位になってる、はい、袴田さんの中であんまり想定外が0人やねまあそうですね強いて言えばマクブルームは2桁打ってもいいんちゃうかっていうのはあるけどもあとまあ阪神があの結構かぶったりとかぶってね、うん、しゃーないですもんね、うん、だからでも取ってる選手の中で、うん、みんなそれ相応のまあ大体計算できるホームランは打ってると思う、うんうん、中野だってまあ2本だからもう丸ちゃんと一緒だよね、はいうん、打っても 2,3 本っていうところだからね そこをまあきっちり打ってるっていうね、うん、ところではまあ杉本選手も本当はもっと打ってほしかったですあそうでねまあでも16本だから、うん、まあほぼほぼ そんなもう大事件起きてないじゃんいやホームランもですよ元杉本選手はでも16本打ってんじゃん、まあ、大事件起きてないじゃん大事件はないこれ0だから大事件起きてるそうですねで俺も打点めっちゃ高いのよ、はい、ほぼ10本以上打ってるからね、うん、アキーノとギッティーズ2人で1本って思うって0-0-1あるから、はい、これねまあまあまあ、うん、ねアキーノとギッティーズは10本ずつぐらい最低で持ってやろうって言って20本あったら超えたのねまあ私まあシーズン、うん、ちゃんとみんないる人を選んだってことですよねいやそういうことですか 俺もいる人選んだつもりだったよ俺もいる人選んだよまさか1試合も出場せえへんって思わんやんそうですねギッテンスが、はい、まあねこれがホームランまあでもホームランはね袴田さん1ポイントよっしゃ一勝しました一勝さあ続いて、はい、打点編はいじゃあもう同じ順番でいきますかうん打点編ね、はいドラフト1位はね、うんじゃあ佐々木からね、うん、栗原、はいね、49点、うんね、で宮崎71点おデビッドソン44点、うん、山川5点5打点ここが浅村78打点、うんね、3位、はい、野村43打点ポランコ75打点大島23打点、うん、丸山7打点よかったよね途中まで0打点だったからね、うん、よく上がってきて、はい、あれ以来ねネット上では「丸ちゃんヒット打ったから佐々木喜んでるよ」って言ってね打点ついて、うん、でブリンソン35点、うん、ノイジー56点中川55点計
541点。おお、ね、でもちょっと山川は60打点ぐらいあったで、この5がね、うん、痛いですね、うん、で続いて袴田さん、はい、ね、あ、先生いかなくていいですか、同じ順番でいかない、あ、そっか、じゃあ次先生、はい、島内38点、うん、これちょっと想定外だね、そうなんですよね、うん、打点王でしたからね、うん、で中川37点、うん、あ、中田翔37点、里照92打点、お、うん、塩見31打点、うん、森64打点、ビシエド23打点、殿崎54打点、秋山38打点、牧原32打点、牧103打点、打点を取ってます、打点を選んでる、うん、で万波74打点、中村翔吾43打48打点の634打点、おお、俺よりほぼ100、佐藤さん100プラスですよ、うん、え、何が、先生すごいじゃん、ねえ、まあ、打点を牧選手の100は大きいですね、やっぱり1桁じゃないです、うん、あと佐藤輝だって3位でしょ、うん、1位と3位取ってる俺だって1桁2人だから正直それですね、うん、で袴田さん、はい、よっしゃ、はい、岡本和真93打点、おし、これ大きい、うん、まあ、2位ですよね、うん、大山78打点、うん、外50打点、杉本41打点、近藤打点王で87打点、清宮41打点、アキーノ6打点、安田43打点、浜田22打点、うん、フランコ32打点、マクブルーム31打点のペイトン22打点、合計546打点。うわー。結果1位先生。よし。やっぱ100打点多いもん。うん。ありがとうございます。本当だ。俺のも言い訳言っていい？はい。いや、山川5打点って。ね。あと栗原怪我でね。うん。49打点もちょっと少なかったなっていうところと、そうやな。まあでも、あんまりこんなもんや。俺はこんなもんやな。うん、そんな想定外がね、栗原が怪我したのと山川しかないんだよね、そうですね、あとはまあまあこんな感じじゃんな、うん、なんかそんなよく言えないじゃんね、はい、どれもノイジーとか56打点とか中川も頑張ったなっていう感じあるから、うん、で袴田さんのね範囲はねやっぱアキーノだね、アキーノの6打点っていうところ、うんうん、あとやっぱり外国人選手下3人が、あ、ちょっとね、もうあと20打点ぐらいずつね、うん、50打点ぐらい欲しかったなっていう、フランコ、マクブルーム、ペイトンっていうところ、うん、あと杉本選手もやっぱ横山もうちょっと、あとやっぱね、袴田さんと俺の一番の範囲はね、うん、ヤクルトをね、かぶり合いでね、人がいなくなってね、そこ落ちちゃったっていうのもね、そうなんですよね、うん、まあでも言うても先生も塩見選手そこまでなんですよね、そうだね、うんうん、山田とか取れなかったんですよね、うん、その辺ね、村上とか巻きでかいよな、そこが大きい、うん、101位でもね103だもんね、うん、俺だって80打点以上いないもん、袴田さん80打点以上がまあ2人で、先生が80打点以上も2人だけど、92と103だからね、なんで巻き行かなかったんだろうな最初に、ねえ、うん、いやそこ忘れてましたよね、俺誰言ってんねん、横浜、宮崎じゃない、宮崎か、しかもドラフト2位ですよ、ねえ、うん、いけたのにね、いけたよね、うん、私も3位で外行ってるんですよ、うん、これやな、ここだな、うん、でもそれでも50とか30しか変わんないからね、はい、あとやっぱ里照やな、うん、高間さんだって阪神、大山、まあまあ、まあまあ、これノイジーだからね、うん、まあそれでもまあ56上げてますけどね、先生1位、先生、いや、圧勝でした、ここは、うん、最後、はい、打率がね、うん、特別ルールありましたよね、はい、まずはですね、うん、打率、通常全員のね打率を言っていくと、はい、佐々木からね、1位近藤、3割3厘、うん、2位村上、2割5分6厘、うん、3位大山、2割8分8厘、4位宮崎、3割2分6厘、うん、首位打者、はい、で5位源田、2割5分7厘、で6位森、2割9分4厘、で7位吉川、2割5分6厘、で8位山口、2割3分5厘、で9位阿部、2割5分5厘、で、10位、アリエル・マルティネス、2割4分6厘、でビシエド、2割4分4厘、うん、で西川が3割5厘、はい、で先生が1位松本、2割7分6厘、2位大島、2割8分9厘、3位中村、2割2分、うん、4位牧、2割9分3厘、5位鈴木大地、2割4分4厘、6位山川、2割5分4厘、7位、菊池、2割5分8厘、8位長岡、2割4分7厘、で9位岡本、2割7分8厘、で10位ノイジ2割4分で、11位柳田2割9分9厘、うん、で12位野口2割2分6厘で、袴田さん、はい、1位栗原2割3分9厘、2位岡林2割7分9厘、
3位坂倉2割66厘、4位森下2割3分7厘、5位高部、0割0分0厘でもない防戦出てないから6位宗2割4分5厘、7位上川畑2割1分2厘、8位丸2割4分4厘、9位小深田2割5分8厘、10位殿崎2割6分、11位林2割6厘、12位山田2割3分1厘ということで、合計でいうと打率佐々木3割2分6厘5門、うん、で袴田さん2割6分7厘7門平均がですよね、うん、で先生が3割1分4門え待って、平均で3割とかいくの、いかなくないですか、うん、どういうこと、あ、じゃあこう足してるんですよ、あ、足してね、点数に関して点数を足して、うん、3265点、うん、で袴田さんが2677点、うん、で先生が3104点っていうね、はい、全部の点数を足して、うん、で俺が圧倒的1位なんだけど今ね、でこれちょっと特別ルールがありまして、はい、打席数が規定打席到達してらそのままの打率になるんですけども、はい、201打席以上430打席未満の場合は、うん、マイナス1割減ります、はい、マイナス100点減ります、うん、だから3割だったら200、はい、2割になります、うん、で打席数が200打席以下の場合は、うん、マイナス200点になります。わお、はい、で、首位打者を取った場合はプラス100点。お、頓宮選手選んでないですよ、うん、で2位を取った選手はプラス60点、うん、はい、打率3位を取った選手はプラス30点っていうプラスアルファもあります、はい、でそれの規定打席到達到達してないを差し引いていくと、はい、里崎は源田選手が規定打席に到達してないのでマイナス100になります、うん、だから2割5分7厘なんですけど1割5分7厘になります、はい、で続いて阿部選手も規定打席に到達しないんでマイナス100になります、うん、だから1割5分5厘になります、はい、でビシエド選手も規定打席に到達しないんですけど100減ります、うん、マイナス300になる、そうマイナス300点になる、はい、ここでね、はい、でマイナス300点になるんですけども、うん、首位打者の宮崎選手を当ててるのでプラス100点、はい、で打率 D の西川選手を集めるのでプラス60点で、うん、マイナスが140点です、あ、大きいこれは、はい、で、うん、3125点になります、はい、トータルで続いて先生、はい、ね、鈴木大地選手が規定打席に到達してないんでマイナス100点、うん、で山川選手は200打席に到達してないのでマイナス200点、だから2割5分4厘が5分4厘になります、はい、で、野口選手が規定打席に到達しないので、100点マイナスになります、はい、柳田選手2位の打率なんでプラス60点になります、はい、その中でいうと400点マイナスから60点プラス、340点マイナスになります、うん、で結果2764点になります、おー、はい、ちょっと佐藤さんに追いつけずというところですね、うん、で続いて袴田さん、はい、栗原選手規定打席到達してないので、マイナス100点になります、そして森下選手規定打席到達してないので、マイナス100点になります、高部選手、試合に出てませんので200打席に到達してないので、0からマイナス200のマイナス200点になります、マイナスじゃないですかで、上川田選手、100点マイナスになります、はい、で丸選手100点マイナスになります、丸選手もか、林選手200打席到達してないのでマイナス200点になりまして、はい、で2割6分の打率が6厘になりますえ、だって山田選手も到達してないのか、山田選手も到達してないので100点マイナスになりますということで、100、300、400、500、700、800点マイナスになって1807点になります結果打率は佐々木です、わー、いや、あかんてマイナス800であかんてなんでえ、やばくない、だって、あの栗原、森下、高部、上川畑、丸、林、山田と規定打席到達してない人多い、7人規定打席到達してないのよ、7人佐藤さんね、俺規定打席到達してないの、ね、源田、阿部、ビシエドの3人だけだから、あとプラスの加点がありましたもんね、そうそうそう、プラスの加点が160点あるから、まあ、ほぼほぼ減ってないのよ、はい、だからやっぱりね、で先生は鈴木大地、山川、野口だから、うん、マイナスは
300点そんなね多くなかったから、うん、だけだったけど、トータルの打率で3割超えが1人もいないんだよ。そうなんですね。元々私の場合高部選手がねプラスじゃなくてもうただのマイナスになっちゃったんでマイナス200点っていうただのでもこれネットで言ってたのが、はい、万が一高部が1の1で10割だったら、はい、うん、マイナス200点だから800点になるから。確かに。あ、ありえますねそれ。だからそれも強いってなってて。あ、確かに確かに。ちょっと出て1本引いて10割いって、ね、うん、というか2の1で5割で3割になるし、うん、3の2だったら460点になるから。あ、それもねありましたね。作戦そんなやつ1の1で2号落ちるやついないから。そうですね、うん、だから俺だって3割超えが近藤、宮崎、西川いるから。いやフロッキーですね。だから高橋さんはもう規定打席到達してたから。いやもうちょっといくと思ったな。で先生は規定打席到達する選手選んでんだけど、うん、打点が少なかったね。うん、うん、全体的にね。そうですね、うん、うん、はい、ということで、うん、ということで、じゃあ、ね、野手編は、ホームランが袴田さん、はい、打点が先生、うん、で打率が里崎っていうところで、お、全部1点1点1点、はい、1勝ずつだ、うん、で袴田さんはホームランが1位、うん、で打点が2位、うん、で打率が3位、はい、で俺は打率が1位でホームランが2位打点が最下位で先生が打点が1位でホームランが最下位で打率が2位だから、全員が1-2-3だから引き分け。引き分けだったわ。もうこれじゃあ投手部門が、投手部門やな、はい、投手部門でだから野手の目利きは全員引き分けだった。はい、まあ、まあバランス良かったですね、うんうん、でもこれまだ面白いな、うん、いやもう選ぶの白熱しましたからね、うん、これも来年も、はい、キャンプ見てオープン戦開幕前に、うん、やろう、やってきますかね、はい、うん、そういった面ではね、うん、まあ、野手編はねみんな引き分けでしたけど、はい、もし同じようにねやってくれた皆さんね、うん、まあ、どうなってるのかな、もし自分で計算してやってみてください。はい、はい、